は？あもう怖い怖い怖いもう嫌だやめてほしいそういうの怖い怖くない優しいでしょ。うわちょ一回見せよ一回見せよ、うん、これじゃーんシューマイを作りました。作ったの手作り。マジでうまそう。すごすぎ。うん食べよう。うんご飯もいいよね。もういいと思うよ、うん、うわもう最高すぎる。このシューマイにさご飯にめちゃくちゃ合うじゃん。大うまい。はいありがとう。いったん絶対おかわりするやつだから。あ食べよう。うん、いただきます。だよね、もうこれもう蒸したて、うん、うわすごー。今回ねシューマイ、うん、エビと椎茸とタケノコを入れてみたの、はい、うん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 初めて家で作ったけど、うん、まず、うん、からしもあるでよ、うんうんうん、うまいね。まずまっ。うんおいしい。うん、うん、ちょっと待ってよマジで何でも作れんじゃん。何でも作れるよね。いや本当に何でもいけんじゃん。どうする本当に。うんあうんまいやすごいね。いやすごいわ。うんなんかあれだね味いらないね。あのもうそのままでも全然食べれるね。うんもともといろいろ入れたからさ種にね、うんうん、全然うまい。おいしいわそんなそりゃ。うん大丈夫かい。うんうんちっちゃいシューマイはさよくあるけどさ、うんうん、でっかいやつ作りたかったのにうまくできた。なんかもうこれでいいやって思えてきた今。うんちょっと悟ってる。悟り開いてる。まあ、もうこんな人生でいいやっていう。うんうんうん。なんかもう美味しいもの作れるし、うんうんうん、ある程度。うん。でなんか、周りにも恵まれてるし、なんだかそうね。近所の人とかと程よい付き合い方してるし。そうね。うん。もち丸だって近くのおばあちゃんに服もらったりしたし。うん。もういいかも。このままで行こうって思ったよ。うんうん。じゃあで、違う、逆に恵まれてると思う。そうね、そうね。こちら。ほんとに。そうね。ちょっと、シューマイ作っただけで、みたいな。何言ってんの、この人たち、みたいな。いや、ほんとに、ちょっともう、いいかも、みたいな。うん。思えた。幸せ。うん。いやー、うまいわー。うん。幸せだわー。そうね。なんだえ？ちょっと待って、今見てる人伝わんないんだけど。そう。言って説明して。シューマイが一個大きいからね。うん。俺が半分に割って食べた。それを食べようとすんねん。おうん。いや、新しいの食えよ。いや、いいじゃん。ちょっとずつさ、お互い減らしていけばいいじゃん。そこちょっとなんかあれなのよね。いや、俺は俺の食べ方があるじゃない？うん。翔ちゃんは翔ちゃんの食べ方があるみたいな。うんうんうん。でもさ、それ一緒にされたくない時あるじゃん。そうね。うん、なんかもう、わかんない。あ、もしかしたらさ、この一個をさ、俺が考えて考え抜いた上で、この切り方してる可能性もあるじゃん。あーは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 ー。それをさ、部外者がさ、いや違うの、悪気はないんだよ。横から。一切ない。うん。ちょっと貧乏症。うん。もうでかい塊とか取れないから、うん。もう破片とかを食べれればもう幸せって思っちゃうタイプだから、うんうんうん。ちょっと名残。知らん。本当に。たくさんあるんだからさ。うん。じゃあこれグラクタン、ゴロゴログラクタンにしたの正解だったね。うん。なんかさ、好きな俳優さんとかさん、おあら違う、後で。あのさ、好きな、ちょっといいのがあったから、ちょっと後で見よう。好きな俳優さんとかを散々言ってきたじゃん、今まで。うんうんうん。女優さん？うんうん。知りたい。あなたの。
好きな女優さん？何でもいいよ。あの、顔が好きとか何でもいいんだけど、うん、この人の作品は絶対見るみたいな。あんまないんだけど、うん。誰？あんまないんだけど、うん。それこそ、あの、小林さとみさんとか、もたいまさこさんとか大好き。いや、もうそりゃ、うん、そりゃもう、あの、大先生よ、そりゃ。うん、もう大好き。そうね。そうね、うん、見る。カモメ食堂だったり、メガネだったり。うん、ほんとに、大好き。大好きね。うん。あと女優さん、ああ、松下ゆき。ああ、いいとこつくね。うん。ナースのお仕事？ナースのお仕事から好き。ココリコミが来るタイプも大好き。ちょっとすごかったよね。うん、確かに確かに。いや、わかるかな？わかってるよね。いや、わかってるよね。わかるよね。わかるよね。うん。わかるわかる。でも、うん、そうね、そうね、そうね。さすがにさ、もう10代とかだとわかんないかもしれないけど、うん。もう、ココリコミラクルタイプ好きすぎて。わかる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 。あれ？わかるよ。なんかやっぱ女優さんすごいなと思ったもん。うんうんうん、ああいうコントとかもできるんだと思ってね。うんうんうん。お笑いネタもすごいと思うのよ。お笑いネタってさ、コントできる人ってさ、演技ができるじゃん。はいはいはい。だからさ、お笑いネタって結構俳優業もするじゃん。そうだよね。だから演技ができるのよね。うん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 。わかるわかるわかる。うん。俺は、待ってよ。この人のやつ絶対見る。ね。うん。誰だろう。絞れないけど。うん。待って、名前が。うん、安藤サクラ。あうん、うん。好きね、翔ちゃんね。もう実力派の人が好きよね、やっぱね。うん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 。そうね。あとは、絶対全部見るわけじゃないけど、うん。江口のり子とか。うん。うん、あ、大好き。うんうん。めっちゃ好き。うん。面白い。やっぱり、あの、その女性に関しては、うん。どうしてもやっぱ実力派で見ちゃうのよ。うん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 。で、この人単純に好き。まあ、綺麗だなっていうのはもちろんそうなんだけど。うん。ちょっと面白いな、みたいな。うん。感じで、見るね。うん。吉田洋とかも好き。あー、わかるわ。うん。そうね。うん。そうそうそうね、うん、そうね、そうね。天海祐希も好きよ。実力派女優さんが好き。うん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 。あの人も好きだけど。誰？あの、名前、なんだっけ。木南？あー、玉木。そうそう、玉木宏の奥さん。奥さん。うん。木南。なんかそんな名前じゃなかったっけ？はるか。うん。あの人も好き。わかるよ。わかる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 。いいね。あの人多分あれなんだよな。21世紀少年。あ、そうだよ。そう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 。その人その人。出てきたの。ごめん。俺がちゃんとその映画見てないんだけど。うん。なに、カンナ？うん。ちゃんと見てないけど、役で言わせてる。カンナって主人公？主人公が誰になるかわからない。主人公女の子が主人公だよね、多分あれ。あ、そうなんだ。そう。20世紀少年？21世紀少年。あの、21世紀少年だな。あ、20世紀少年だ。20世紀、まあ、ね。20世紀少年だね。でも21世紀少年っていうのもあるのよ。あ、へぇー。もう、ケンジ、お父さんが主人公だ。はい、ああ、だね。うん。遠藤健二がね。うんうんうん。で、遠藤環奈が娘で、これも主人公。あ、環奈役ではないか。環奈役じゃない。環奈の友達役。うんうんうん。うん。でもあれでさ、結構なんか、他の仕事ができなかったって言ってたよ。なんで？もう契約で。あー、あるよね。うん。あるあるある。で、それを、本人は受けないでおこうと思ってたんだって。はいはいはい。でも、事務所が、これは、絶対受けた方がいいみたいな感じで受けたら、そこから人気が出たみたいな。1年間くらい他の仕事したらダメだったんだって、その契約ね。それさ、よっぽど、うん、ヒット作になんないとさ。そうそう。しかもさ、主人公なわけじゃないじゃん。うん、主人公の友達役じゃん。もう、それで1年間拘束されるのが、本人は、なんかちょっと良くないんじゃないかみたいなことをテレビで言ってたな。そうよね。どこまで、公開前とかどこまでさ、うんうん、ね、みんなに見てもらえるかもわかんないし。そうよ。でもよかったよね。今じゃさ、すんごいさ、いろんなドラマに出てるしさ、それこそさ、小林さとみとか、うん、あそこら辺のドラマ、映画も出てるじゃん。うんうんうん、やっぱ、いいよね。カモメ食堂とか。わかる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 。なんだっけ、あの、パンとスープと猫日和とかさ。はい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 、めっちゃ見るよね。見るね。休みの日とかね。そうね。でも、
何がいいって言われたらちょっと、わかる人とわかんない人がいるかも。うん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 。ぼーっと見る。なんかそうね。なんか淡々と進んでいくじゃん。そうそうそう。映画も、ドラマも。うんうんうん。淡々と進んでいくんだけど、すんごいなんか、面白い部分もあるし、笑える部分もあるしさ。ほのぼのして、なんか雰囲気がいいところもめちゃくちゃ多いしさ。うん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 。なんだっけ、その、名前出せない方がいいかな。何何何？僕の姉ちゃん。なんだ？黒木春がさ、うん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 、ああ、はい、うんうんうん、ドラマ？あ、翔ちゃんがハマって見てたやつね。そう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 。うんうんうん、それもなんか、俺的には、うん、あ、小林さとみゾーンじゃないって思ったけど、うん、ちょっと違うよね、あんたが。あんたから見るし。だから、20代後半から見る視点と、40代前半から見る視点はやっぱ違うんだなと思ったね。うんうん、それはなんか俺なんか見たけど、どこまでハマらなかった。で、そのドラマと、その小林さとみが出てるドラマと何が違うのみたいなこと聞いたら、うん、落ち着き方、余裕感みたいな。ああ、うんうん、そうね。醸し出す余裕感。あ、雰囲気ね。雰囲気。うんうんうん。いや、そりゃちょっと多少年齢重ねてないと無理できないことだなっていう風な話をしてた。うんうん、多分ね、あれなのよ。小林さとみさんとかね、はい、茂田井雅子さんとかね、はいはい、は、セリフがなくても、そこに存在するだけで、うん、すんごい雰囲気があるんだよ。うん、もう、背景とかが見える感じ。まある。人柄とか、あるよね。うんすごいなぁと思う。本当に。浜辺でさん。はい。かき氷作ってるとかさ。あーはーはーはー。存在感がすごいよね。うんうんうん。確かにね。特にセリフがなかったとしてもさ。うん。すごいと思う。でもそれはもう、今まで培ってきた、うん。あれよね。うん。うん。素敵だと思うな。うん。さすがよ。うん。でもね、まだ続くのよ。そういうのも全然好きなんだけど、最近またね、はい、BL ドラマにハマってるから今。ああ。オールドファッションカップケーキ。ああ。今更ながら見たけど、マジでいい。なんか、その主人公二人のさ、やりとり。それこそうちらみたいなさ、年の差の設定じゃん。ね、10歳差の設定じゃん。そうだよね、そうだよね、うん。でもその年上のさ、役名で言うと、野杖さんは、武田光平。武田光平。うん。まあ、もうすぐ40っていう設定なんだけど、すっごいなんか可愛らしいし。確かに。うん。で、その、後輩役。戸川もね、うんうん、後輩さ、もうすぐ30っていう設定なんだけど、うん、逆にまあ、すごいしっかりせずさ。はいはい。でも可愛らしい部分もありの。で、なんか、野杖に対してさ、ずっとアプローチしてるっていう。はいはいはい、なんか、この表現が正しいかわかんないけど、露骨にやらしさがない。あ、そうね。感じ。うんうんうん。そういうドラマもあって全然いいと思うし、うんうんうん、視点は全然してないんだけど、うん、なんていうの？さらっと見る。うん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 。どうしてもさ、そういう、例えばドラマとかでさ、例えばエッチなシーンとかあるとさ、うんうんうん、結構そこばっか見ちゃうじゃないですか。わかるわかる。うんうんうん。でもそういうのがないから。まあ、じゃないことはないんだけど、やっぱ、キスするシーンもあるし、あまあそういうのはあるけど、なんか、露骨なそういうのばっかりのドラマとはやっぱ違うよね。うん、ちゃんと内容がちゃんとしっかりやって、うんうんうん、まあ、どのドラマもしっかり内容はあるんだけどね。わ、まあ、かるよ。うん。わかる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 。だから昨日何食べたとかさ、あチェリマホとかさ、そっち系統の BL だよね。いや、でもまあすっごいハマって、何回も見てる。あすごくない？久々にすごい何回も見てるよな、俺で。そうだよね。寝る前とかさ。俺なんか移動中とかにも見てるのよ。ああ。電車の中とかで。うんうん、それくらい久々ハマった。そうね、うんうん。ちょっと前はそのタイドラマにハマってからさ。ああ。タイドラマ見てたけど。うんうん、ああ、お腹いっぱい。お腹いっぱいになった。美味しいわ。美味しい。もう、いいね。美味しいもの食えてたらいいね。本当に、うん、それ、うん、なんかもう何でもいい。またさん、うちらさん、うん、作れるよね。作れる。うん。まだまだよ。それすごいいいと思う。まだまだバリバリ。うん。経験を積んできたから。うん。料理は今までの、ね。うん。もうやっぱ
裏切らないと思うのよね、うん、料理に関しては。いや、たまに裏切られるけどね。そう？そうちゃんのそうアレンジしすぎてさ。あー、そうね。まあそういう時もありますよ。ありますあります。普通でよかったんじゃない？そうね、そうね、そうね、そうね。あるじゃん、確かに。そういう時はあるけど。うん。まあ、でもね、やってみないとわかんないからね。うんうんうん。いや、でも、ほんとうまくいった。うん。このスープ、マジで。はぁ、腹いっぱい。もう食べれない。かも。ほんと？嘘でしょ？どうした？嘘でしょ？嘘じゃないよ。あれは？え？何？しょうちゃんの好きなあん肝も買ってるから。あー、いや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 、食べれないと思う。食べれないよ。嘘よ。言ってますよ。嘘かもしれない。目の前にあったら食べれる。目の前にあればそりゃ食べれるよ。じゃあ食べれるやんけ。そう、あん肝でしょ。うん、もうパクパクっていけんじゃん、そんな。うん。重いものでもないし。